キッズゲームス。おはよう、サンさん。おはよう、クモリン。ところで、なんで集合場所が警察署の前なの？僕もまだ何も聞いてないんだけど、手伝ってほしいことがあるんだって。なるほど、バナナを探しに行くんだね。それは違うと思うけど。二人とも来てくれたのね。あ、つくまん、今日は何を手伝えばいいの？説明の前に見てもらいたいものがあるの。なになに？警察署の牢屋なんだけど。どういうこと？人がたくさんいるね。悪い人をたくさん捕まえたら牢屋がこんなになっちゃったのよ。刑務所の牢屋に移せないの？刑務所にはもう空きの牢屋はないらしいの。なるほど、これをなんとかしてほしくて僕たちを呼んだんだね。はいはい、それなら僕たちで刑務所を建てちゃおうよ。僕たちで？なるほど、いい考えね。それじゃあ早速ポン。いつの間にか警官の格好に。二人とも似合ってるわよ。よし、僕たちで大きな刑務所建てちゃおう。おお、どんな刑務所ができるか気になるお友達はいいねを押してね。まずは何から始めればいいんだろう。とりあえず壁でも作ってみる。でも刑務所の広さがわからないと難しそうだね。確かに。つくもどうすればいい？そうね、今回みたいなパターンは内装から作るといいわね。内装から？建築がどれくらいの大きさになるかわからないときは内装から作るのがおすすめなの。なるほど、それじゃあ中から作っていこう。刑務所の中ということはやっぱりまずは牢屋だよね。それじゃあ二人が思った牢屋を作ってみましょう。牢屋の広さはこれくらいかな。でもこれで檻をつけるだけだと何か物足りない気もするな。足りないもの？あ、バナナ。バナナではないわね。おーい、それじゃあじゃじゃーん。トイレ？牢屋の中でもトイレは必要よね。確かに、トイレができなかったら困るもんね。クモリン、トイレ作りの天才です。僕も何か置いてみようかな。机と椅子を置いてっと。ベッドも必要だよね。完成。いい感じの牢屋ができたわね。あといくつ牢屋を作れば足りるかな。巨大な刑務所を作るならたくさんあった方がいいから、よーし、300作ろう。300？ さすがに300部屋は多すぎないかしら。そんなこと言わずにパパーって作っちゃう。建築は楽しいけどさすがに大変だね。頑張って、サンさん。牢屋がたくさんあるなら2階も必要だよね。トントントン、橋もかけて、柱もつけて、バナナも作って。バナナはいらないよ。もう疲れた。天井を作れば内装は完成間近よ。もう誰、いっぱい牢屋作ろうって言い出したの。クモリンでしょ。最後は暗いところに明かりをつけていきましょう。シーランタンで明るくしていくよ。僕はエンダーロットで蛍光灯を作っていくね。できた。二人ともお疲れ様。やっと完成したね。大変だったけどすっごくいい刑務所ができたね。画面の前のお友達も真似して作ってみてね。完成したみたいな雰囲気だけどまだ内装しかできてないのよね。そうだった、あまりにも大変だったから忘れてた。ということで次は建物の周りを作っていきましょう。おお、よし、コンクリートで建物を覆っていくよ。それ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 、完成だね。これだとまだお豆腐だね。それじゃあサンさん、柱を作ったり建物の角に白いコンクリートを置いてみて。はーい、トン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 、じゃじゃーん。これだけで建物っぽくなっちゃった。
次は刑務所にありそうなものを二人で好きなように作ってみて。刑務所にありそうなものか。刑務所といったら高い壁だよね。絶対に飛び越せないくらい高くしちゃうよ。僕は見張り台を立てるよ。それそれそれ、じゃじゃん。まずは一本目。一本目ということはあといくつか作るのかしら。あと3本作っていくよ。よし、これで完成かな。お疲れ様。あれ、クモリンはどこに行ったのかしら。そういえばさっきからいないね。おーい、クモリン。お、いたいた。なにこれ。見たところバスケットコートみたいね。あ、ザンザン、つくも。どうして刑務所にバスケットコート。遊ぶところは欲しかったから作っちゃった。確かに刑務所にも運動ができるスペースは必要よね。よし、他にも何か作ってくる。あ、待って、くもりん。行っちゃったわね。この流れなんだか嫌な予感が。変なもの作らなければいいんだけど。刑務所の完成。すごく大きな刑務所ができたわね。これで囚人があふれかえることはなさそうだね。無事に完成したけれど、クモリンが最後に何を作ったかだよね。お待たせ、すごいの作ってきたよ。そうなんだ。サンさん、ここは覚悟を決めましょう。警察署にワープゲートを作ったよ。どうして。悪い人を捕まえたらすぐに警察署から刑務所の牢屋に閉じ込めるために作ってみたんだ。確かに便利そうだけど。ちゃんとワープできるの。まだ試してないから今から試しに行くよ。それってもしかして僕とサンサンに。どうして僕まで。つくもはちゃんと牢屋にワープできたか後ろから見ててね。わかったわ。助けてつくも。それじゃあレッツゴー。あわわ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 わ。ここはなんだかすごく熱いような。で、マグマ。僕がこっそり作ったマグマの牢屋だよ。絶対に脱獄できないよね。二人とも大丈夫。あ、つくも、ワープは成功だよ。そんなことより、どうやってここから出るの。大丈夫大丈夫。まずは僕が持ってるこの鍵で。滑っちゃった。これじゃここから出れないよ。それじゃあちょうど牢屋の中だし、檻の中で反省ということで。僕は何もしてないよ。そうだ、さあ先に牢屋出てるよ。あれ、僕このまま。今僕たちでいろいろ試してみたんだけど全然治らなくって。そういえば前に同じ症状の村人さんを見たことがあるわ。そうなの。確か特別なゾンビが持っているポーションを使えば治るはずよ。それならみんなで取りに行こうよ。賛成。じゃあ場所とゾンビの詳細はこの紙に書いてあるから、これを頼りに行ってみるといいわ。ありがとう。つくも絶対に賛成元に戻すぞ。えいえい、
場所はここだね。レッツゴー。一つ目はアスレチックだ。うまくジャンプしながら先に進もう。ピューン、楽しいね。うわ、マグマ大丈夫？サンサン頑張れ。ピューン、今度はクモリンが落ちてる。もう少し。マール、いい調子。どんどん行ってみよう。何このボコボコ。何の穴だろう。見渡す限り何もなさそうだよ。俺たち一生ここから出られなくなったりしてな。キー、怖い。でもこのドアを開かないと先には進めないみたい。何か開ける方法はないかな。バナナあげるから誰か開けてください。そんなんで開くわけねえだろ。投げストーン。見て見て、この穴なんか怪しい。小さくなった人しか入れない秘密の入り口かな。この先に何かありそう。見てくるね。何があるのかな。あ、レバーだ。これを引けばドアが開くかも。あ、ドア開いたよ。ドアを開くためのスイッチ、そんなところにあったんだね。サンサンナイス。よし、次に進もう。ゾンビをすべて倒せか。そう簡単に特別なゾンビには合わせてくれないみたいだね。いざ突入だ。うわー、ちょっと潰されちゃうよ。ザンさんは危ないからどっかに隠れてて。でも大丈夫、なんとかしてみせるよ。ありがとう二人とも。うりゃりりりりりゃー。ほら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 、やったー、全部倒せたよ。ふー、危なかった。そういえば特別なゾンビってどんなゾンビなの。特別なゾンビは全身にダイヤ装備、そして両手に金の剣を持った最強ゾンビだって。体力も普通のゾンビの倍以上あるとか。そんな強いゾンビ倒せるの。一か八かやってみるしかないよ。二人ともやられないように気をつけてね。待ってて、サンサン。それじゃあ行くよ。レッツゴー。ほらほら、かかってこい。うまく使って攻撃するよ。いい調子だよ。頑張れ。うりゃーりゃー、やったー、特別なゾンビを倒した。ポーションもゲットできたよ。サンサン早く飲んじゃって。うん、これを飲めば。あ、やった、サンサンが元通りになった。よかった。みんなのおかげだよ。他にもやってほしいことがあったら LINE で教えてね。次は僕が小さくなる番だね。え、なんで。だってバナナの中を泳げるもん。そんなことできるか。そうだ、バナナプール最高。今日は遊園地に遊びに来たよ。わーい、楽しみだね。あれ、この遊園地少し変じゃない。そうかな、すごく楽しそうだよ。なんか不気味な感じするよ。もしかして乗り物が苦手なの。そんなわけねえだろ。でもさっきからすごい犬が叫んでるんだよね。もっと明るくて楽しそうな遊園地で遊ぼうよ。そうだね。え、開かないよ。もしかして閉じ込められちゃった。あの人に聞いてみよう。悪いピエロに閉じ込められちゃった。そんな、出口を探すしかないみたいだね。いきなり乗り物あるよ。出発。これ壊れてるみたいだよ。つまんない。早く出口探しに行くぞ。あず、なにここ、落ちたら大変だ。気をつけてね。あ、風船だ、ゲット。何してんだよ。ごめんごめん、さっきは思いっきりジャンプしすぎちゃったのか。あそこにも風船あるよ。ほんとだ、風船欲しい。この風船取れないじゃん。危ないから風船を諦めよう。風船欲しい。いいから行くぞ。次はボイラー室だって。何をする場所。火を使って水を温める場所だよ。うわ、すご
焦げになっちゃうから気をつけてね。うわ、危ない危ない。クマリン、ナイス。次はこの手に捕まらないようにしてね。こんなの簡単だよ。うわ、捕まっちゃった。もっと慎重に行けよな。もう捕まらないぞ。手が引くタイミングで進めば捕まらないよ。いけた。いいねいいね。なんか全然遊園地っぽくないよ。確かになんか工場みたいだね。ジャンプジャンプ。パイプの上はだいぶ慣れてきたね。うん、もう落ちる気がしないよ。落ちてんじゃねえか。もう俺に任せとけ。おう、ビビーやるね。こんなの簡単すぎるぜ。また似たような部屋だね。なにこれ、危ない。危険だから絶対に触っちゃダメだよ。怖かった。外だ。やった、脱出成功。まだ終わってないみたいだよ。とにかく観覧車に乗ろう。観覧車乗りたい。いったり、逃げて。このピエロナイフ持ってる。こっち来ないで。早く観覧車乗って。あんなのいるなんて聞いてないよ。きっと僕たちを遊園地に閉じ込めた悪いピエロだよ。絶対逃げ切って観覧車に乗ってやる。そこでジャンプして。やった、逃げ切れたよ。意外と大したことなかったな。観覧車、初めて遊園地らしいことできたね。観覧車楽しい。いい眺めだね。ジェットコースターも乗りたいな。一番上に到着したね。こんな高いところ来たの初めて。慎重に慎重に。落ちたら下のピエロに捕まっちゃうからね。本当だ、まだいる。ほんと、しつこいやつだぜ。これはさっきやったから大丈夫。これに乗れるの？楽しみだね。来るぞ。うわー！おー！楽しかった。なった！さあ、どんどんかかってこい！なにここすごい！宇宙空間みたい！わーい！ちょっとクモリン！音が鳴って面白い！わっ！びっくりした！これは一回踏んだ床は崩れちゃうから踏んじゃいけないんだよ。そうなんだ！動いてる壁にも注意して。楽勝だな。乗りたがってたもんね。楽しみ。上がって
とり対決。わーいわーい。今回は2人にマイクラでしりとりをしてもらうわ。ただし建築できない空や地面などは NG よ。1回の制作時間は10分間。相手の作ったものがわからない場合は負けとなるわ。わざとわからないように作るのはなしよ。2人とも準備はいいかしら？オッケー。先行はサンサン。しりとりのりから始まるものを作ってちょうだい。わかった。よーい、トン。どっちが勝つか気になる友達はいいねを押してね。りから始まるもの、あ、りんごだ。とりあえず赤いコンクリートブロックでトン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 、角もちょっとずつ削りながら、いい感じかも。この調子でどんどん作っていこう。残り2分よ。え、待って待って、急げ急げ。とりあえず形はその後に。はい、10分経ったわよ。それじゃあくもりん、この建築は何かわかるかしら？さくらんぼだ。違うよ。あ、わかった、リンゴだ。正解。サンサンクリアね。形は少しいびつになってしまったみたいだけれど、十分伝わる建築だと思うわ。次は僕だね。も、もー、あ、そうだ、ゴリラ。この黒いコンクリートに大きな体を作っていく。お腹はどんどこどんどんどん。あれ、顔ってどんな感じだったっけ。確かこうしてこうかな。10分終了。終わっちゃった。これは一体何の生き物だろう。絶対見たことある。サンサンならわかるよ。パンダにしか見えない。でもここから始まる何かだから違うし。ほらほら、あれだよ、あれ。わかった、ゴリラだ。正解。それじゃあ2回戦目ね。サンサンどうぞ。だから始まるものといえばラクダにしよう。まずはお顔から、首から背中のデコボコ。10分経ったわよ。今回も少しも似合わなかった。クモリン答えよ。これはぺっちゃんこな何か。上から見てみて。あ、背中がボコボコしてる。これラクダでしょ。そうそう、あったり。クモリンはだから始まるものを作ってちょうだい。オッケー。だー、やいこん。最後につくから負けちゃうか。そうだ、マイクラと言ったらこれだ。こうしてこう。できたできた。あら、まだ時間が残っているみたいだけれど、いいのかしら。うん。それじゃあサンサン、これは何かわかるかしら。え、水色の塊。違うよ、もっと簡単に考えてみて。あ、これよく見たらダイヤじゃん。答えはダイヤみたいね。となると次は、やから始まるものね。はいはい、僕はもう決まってるよ。まずは持ち手から、模様を入れたりおしゃれにしていこう。いい感じだね。このまま残りも作っていこう。薄灰色のコンクリートブロックで、おお、かっこいいね。もう少し。できた。間に合ってよかった。じゃあクモリン、これは何かしら。矢から始まるものでしょ。刀じゃないし。ヒントはヒントは。どうしたって消せない、夢も止まれない、今も。あ、グレンギ。そうそう、そのアニメの名前は鬼滅の剣。ぬこー、惜しいわね。答えは鬼滅の刃の刃でした。今回クモリンが答えられなかったので、サンサンの勝ちよ。やったやった、悔しい。あ、そうだ、せっかくだから刃の続き作ってもいい？ええ、構わないわよ。バなんて一つしかないに決まってるじゃん。パン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 。今回は制限時間もないから、二人がびっくりするものを作っちゃうよ。あと少し。よいしょっと。完成完成完成。見て見て。まあまあ、面白いのはここから。待って、くもり。いくよ。うわ、あれ、爆発した。ロケットみたいに空飛ぶバナナを作ろうと思ったのに。これじゃあ飛ぶわけないでしょ。そうだ。みんなもマイクラでしりとり遊んでみてね。
さんのお家に遊びに行くよ。あそこがお家かな。かわいい。でもどうやって向かえばいいんだろう。この矢印の方に行ってみよう。大きい希望の机の上みたいだね。お人形さんは巨人なのかな。逆に僕たちが小さくなっちゃったんじゃない。なんですと。お邪魔します。お人形さんいないね。上行ったらお人形さんいるかも。いなさそうだね。お風呂ある。入っちゃおう。おい、人形探すんだろ。どこにいるのかな。とりあえずまた矢印に沿って進んでみよう。オッケー。あそこかな。うわー、おしゃれな道。危ないからジャンプして進んでみよう。オッケー。慎重に。渡り切った。また穴落ちるみたいだね。わー、カップがいっぱい。スプーンを渡っていけばいいのかな。待って、この下の赤いの何。落ちたらやばいことになったりして。頑張って出るぞ。あ、見て見て、ケーキ美味しそう。渡れた。見て見て、お人形さんの家まで1マイルだって。1マイルってどのくらい。だいたい 1.6km くらいだね。 1.6km？ まあきっとすぐだよね。これ危なそうだね。僕に任せて。いけた。で、向こうに同じのいっぱいあるよ。慎重に行かないとだね。慣れてきたかも。やっと落ち着いた。長い道のりだったね。お邪魔します。あ、お人形さん。このお人形さん、なんだか嫌な予感がする。え、そうかな。なんか怪しいんだよね。まあ、僕に任せればちょちょいのちょいだよ。本当に大丈夫か。3つのボタン探すみたい。どこにあるんだろう。見て、あれボタンっぽくない。ポチッとな。なになに。追いかけてきてるよ。どうしよう。とにかく逃げないと。どうやって脱出すればいいの。とりあえずボタン見つけよう。どこにあるの。ここら辺にはないみたいだね。待って、今あったよ。本当だ。あと一つだね。わ、いた。バレてないみたい。今のうちにボタン見つけないと。こっちはもう見たから、向こう側かな。あ、あった。クマリン、ナイス。あとは出口探さないと。どこ。あれじゃない。本当だ。下降りよ。で、まだ出れないの。道のりは長そうだね。あそこまで行くの大変そうだね。僕に任せて。えい。これアトラクションみたいで楽しい。えい。すごい、クモリン天才です。ここだ。いい感じ。やった、行けたね。あれバナナじゃない。好きだよ。これ避けながら進まないといけないみたい。走れ。落ちる。回ってるせいで前に進めないよ。ジャンプしながら行けば進めるんじゃない。いい感じだね。このまま気をつけながら進んで。突き当たりそうだよ。また回ってる。落ちちゃう。くもり、ジャンプだよ。ジャンプジャンプ。いけた。順調順調。このまま下降りよ。なんだろう、あの柵。嫌な予感がする。なになに。あのお人形さんだ。どうしてここに。僕たち追ってきてたんだ。どうすればいいの。これでお人形さん倒さないと。なるほど。上からいっぱいキャンディー降ってきてるよ。避けないと危なそうだね。いい、いい感じ。効いてる。今度はゼリー降ってきてる。おいしそう。食べちゃダメだからな。助け
そうだ。